町田の美容室ローズです。今日のテーマはですね、若い時からヘアカラーを楽しんでいる方で40代以上の方にはちょっとこういう可能性がありますよというお話です。それは何なのかというと、ヘアカラーの場合ですね、約3ヶ月に1回ヘアカラーをされているとすると、1年に4回染めているということになって、この1年に4回だとすると100回から120回染めるというのが、だいたい25年から30年という計算になります。この100回から120回っていうのは何なのというお話になると、前にも述べたように、まあアレルギー性の物質に触れて100回から120回ぐらい、まあ触れると、まあ花粉症もそうなんですけど、アレルギーというものは体によってはそういう反応が出てきてしまうという話の数字になります。もちろん毎月カラーされているという方になりますと、さらに早まって、まあ、20年ぐらいで発症するリスクが高まります。3ヶ月4ヶ月に1回染める方だと先ほどの数字、そして毎月カラーをされている方だとさらに、まあ年数が早まったりとかするんですが、これはですね、やはり人によって異なってくる数字になってきます。20歳前後で染めたりとかし始めていると、やはり先ほどのことから言うと40代から40代ちょっと過ぎた時あたりから、何かこう染めた後にかゆみが出たり異変を感じたりする方が出てくるように感じます。これはもちろん、体質や生活環境、それからカラーしている頻度によって早めに症状が出てくる方もいますし、70代とか80代でも全く問題なくカラーを楽しんでいただいている方も、これも多いことも事実です。花粉症と同じで、去年まで平気だったのに今年急に発症したりする方もいらっしゃるように、ジアミンアレルギーというのもですね、前回までカラーしたのに全く平気だったのに、今回染めたらなんかこう違和感を感じたり痒みを感じたり、急になったりする方もいらっしゃいます。コップで例えられると、コップの水が少しずつ少しずつ溜まって、それがこうこぼれた時に発症するみたいな話もあると思うんですけれども、まあこのコップも大きいコップの人とちっちゃいコップの人もいるので、まあ それぞれやっぱり違うので、一概にまあ例えば100回とか120回ではなく、もっと早い段階で痒みを感じる方ももちろんいらっしゃると思います。花粉症とかでよく初年度、まあ自分が認めなければ花粉症ではないという方も時々いらっしゃったりとかして、これはまあ笑い話として受け止められる部分もあるのかもしれませんが、ジアミンアレルギーの場合は、まああまりそういうふうに楽観的に思わず、やはり警戒してちょっと注意をした方が良いと思います。一応いろいろ美容師さんでも対策を練っているところはあると思いますが、例えば、地肌に塗らないように、カラー剤を染めていくとか、まあそういう技術もあるんですが、まあ結局のところをシャンプーしたりとかするときについてしまうので、まあその辺はリスクがないとはちょっと言えないのかなというふうに僕は思います。まだ、ちょっとした軽い症状、ちょっとかゆみがあるぐらいの場合は、ローズとしてはデトックストリートメントをすることで、ジアミンを、頭皮から中和除去することで、まあある程度緩和できますし、染めた後にかゆみを感じなかったというお客さんもいらっしゃいますが、あくまでもまあ対処療法の形になってしまう部分もあるんですが、あまりかゆかったりとかする場合はやはりジアミンをブロックした方がいいので、その場合はジアミンの入っていないノンジアミンカラーをお勧めします。事前に不安があったりとかする方はパッチテストを行うことで、まあ簡易検査なんですけども、そういうことでジアミンに対して反応があるかどうということも調べることができます。この場合パッチテストしてその日でカラーをすることはできないので、まああらかじめカラーをしたいと思ってらっしゃる日よりも、まあ前倒しでパッチテストをすることをお勧めします。カラーをしている時に
か染みたりとかするのはその場で担当の美容師さんにお話しすることができると思うんですが、かゆみというのは先ほども言ったように、その場でかゆくなるんではなくて、お家にお客様が帰られた後にかゆくなったりとか、まあ、後日、まあ、1日経ってとかっていう形でかゆくなったりするので、その場合、美容師さんは気がつかないことが多いと思います。そういった場合はですね、やはり、いつも担当している美容師さんに、前回染めた時にこうだったとかああだったということを相談して対策を練っていただいた方がよろしいかと思います。これはジアミンは慣れるということではなくて、やることによってどんどん蓄積して、まあ、症状が重くなる場合もあるので、その辺はちゃんと伝えていただいた方がよろしいかと思います。そんなわけで今日は、まあ、カラーを長年というか、まあ、ある程度長い時期カラーをしてきて、まあ、30代後半から40代ぐらいに差し掛かってきた時に、かゆみを感じたりとかする方にちょっと注意をしていただきたいなというような動画を作ってみました。ローズの YouTube チャンネルにもしよろしければ登録お願いいたします。そしてこの動画がいいね、いいなと思ったらいいねボタンもよろしくお願いいたします。励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。町田の美容室ローズでした。